こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では夏に買うべきアイテムはこの5点だけでいいというテーマでお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、夏のファッションって結構難しいなと思うんですね。というのも秋冬というのはですね、着用点数がそれなりに多いので、その中でおしゃれをするのはそこまで難しくないかなと思うんですが、春夏特に夏場に関しては着るものがですね結構少ないので、その中でおしゃれに見せるのはですね結構難しいなと思うんですね。例えば秋冬で言ったら重ね着が結構できたりするところ、春夏であればですねアイテム単体で見せることが多くなってくるので、その分ですね1点ずつのアイテムどんなものを選べばいいのかがですねものすごく重要度が高くなるのかなというふうに思っています。きっとですね動画を見てる皆さんも夏服どんなものを買えばいいか悩んでる方も少なくないかなと思いますので、今回ご紹介するこちらの5点ですね、皆さん参考にしていただきながら夏物の買い物をですねぜひ楽しんでいただければなというふうに思っています。今回の動画ではですねユナイテッドアローズグリーンレーベルリラックシングさんとのコラボレーション第3弾ということで、僕の方でこれは自信を持って皆さんにご紹介できるというアイテムをですね実際に借りてきました。このあたりのアイテムを忖度なしで皆さんにですねこれからご紹介しながら、まあ、こういったものを着ていただければ夏服は十分におしゃれに見せることができますよということをですね皆さんに丁寧に解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから解説をしたいなと思っているのですが、一つ目はですね今僕が着ているこちらオープンカラーシャツですね。このアイテムはもう大人の男性にとってはマストアイテムなのかなというふうに思ってます。まあ、メンズファッションにおいてはですね綺麗めとカジュアルのバランスが大切ということはよく言われるかなと思うんですが、こういったオープンカラーシャツというのはですね適度に綺麗さのあるアイテムとして1着あるとですねすごく便利なんですね。もちろん夏場というのはなるべくですね涼しく快適に過ごしたいという思いがあるかなと思うんですが、どうしてもですねそうなるとカジュアルになりすぎてしまうんですね。一方でこのオープンカラーシャツというのは一応襟がついているので小綺麗な雰囲気が漂いながらも今トレンドのアイテムでもありますので、これを着るだけでなんとなく旬な雰囲気も出しやすいのかなというふうに思っています。今僕が着ているグリーンレーベルのですねオープンカラーシャツ、これはですねなんといっても素材の質感がすごくいいんですね。まあ、素材にはですねウールとポリエステルを使っているわけなんですが、天然素材の持つ上品な雰囲気も漂いながらもポリエステルを使うことですごく夏向きのですね快適な一枚に仕上がっているかなというふうに思っています。そしてサイズ感に関してはですね今僕は S を着ているんですが、見ていただいて分かる通りですね適度にゆとりがありながらも決してだらしなくなりすぎないようなすごくいいバランスなんですね。まあ、肩の位置を見ていただきたいんですが、ちょっとですね落ち気味になってるんですけども、やりすぎ感がないので、こういった絶妙なサイズバランスというのがグリーンレーベルさんの商品の一つのポイントかなというふうに思っています。まあ、皆さんもですねいつものサイズを選んでもらってまず間違いがないかなと思うので、ぜひですねサイズ感も含めて楽しんでいただければなというふうに思っています。そしてもう一つ大切なのはカラーなんですね。まあ、結構ですね色の展開が幅広くてどれを選ぼうかなと僕自身も迷ったんですが、その中でも僕の一押しは今着てるケリーというですねグリーン系の色合いなんですね。ちょっと遠目から見るとそこまでですね色の感じが伝わらないかなと思うんですが、近くで見ると深いグリーンのですね上品な感じが伝わってくるので、これはですね個人的にめちゃくちゃ気に入っていますね。まあ、こういったオープンカラーシャツだとブラックだとかネイビー、このあたりが定番なんですね。こちらも持ってきているんですけども、こういったものもちろんですね持ってない方はまず1着目はこういったものもいいかなと思うんですね。まあ、コーディネートがしやすいので圧倒的に使いやすいかなと思うんですが、ちょっと変化球で今僕が着ているようなケリーはですねすごくいい色合いかなと思っています。まあ、コーディネート自体もすごくしやすいのでそこまでですね考え込む必要はないですし、人との違いというところが出しやすいので、このケリーという色はですね一押しかなというふうに思っています。またもう一色ちょっとご紹介したいんですが、こちらにあるようなモカという色もですねなかなかいい色合いなので、ちょっとこちらの方に着替えてみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。どうでしょうか。このモカというカラーもですねなかなか雰囲気良くて個人的にも気に入ってるんですね。ブラックだとかネイビーに関してはすでにお持ちの方もいるかなと思うので、ちょっとですね変化球を交える場合にはですねこのような少しだけ明るめの色というのもいいかなと思っています。ブラウンだとかベージュだとかこういった色合いというのは最近のトレンドを継続して続いていますので、そのような旬な雰囲気をですね取り入れたこのモカというカラーもですねなかなか雰囲気がいいかなというふうに思っています。どのように合わせるのかなかなか分かりづらいな
と感じている方も少なくないですが、基本的にはすごくシンプルで、内側に着る T シャツに関しては白でいいかなと思いますし、あとはボトムスはブラックで引き締めてあげると、こういったモカというカラーをですね、ちゃんとメリハリの効いたコーディネートで落とし込むことができるかなと思うので、ぜひですね、このモカというカラーもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今僕が着用している T シャツですね。これまたですね、夏場は間違いなく必要なアイテムかなと思うんですが、ただこの T シャツというアイテムは意外とですね、着こなすのが難しいなと思ってます。というのもですね、カジュアルと綺麗めのバランスで言ったら、 T シャツというのはものすごくカジュアルなアイテムなので、僕ら大人世代が着るとですね、どうしてもですね、マッチしないことが多かったりだとか、あとは退屈に見えすぎてしまうという問題があるんですね。その点、僕らがですね、 T シャツを着る際にはいくつか注意をする項目があるんですが、今僕が着てるようなちょっとですね、サイズがゆったりめの T シャツというのはですね、まさに今トレンドアイテムになっていまして、1枚で着てもですね、様になるので、すごくバランスのいいアイテムなのかなというふうに思っています。今僕が着てるものは様になる T シャツという名前がついている通りですね、本当に1枚で着てもバランスのいい仕上がりになっていまして、まずは身幅もですね、適度にゆとりがあって、あとは袖もですね、少し長めになっているのがわかるかなと思っています。今僕が着てるのは S サイズ、通常のサイズなんですが、最初からこのようなゆとりを作っているので、割と1枚で着てもちゃんと様になるような T シャツかなと思っています。あとはですね、この胸ポケットがですね、結構重要だなと思っていまして、何もポケットがないとそれまたですね、シンプルになりすぎてしまうんですが、こういったポケットがつくことでちょっとした着こなしのアクセントにもなるので、個人的にはですね、ポケットがついている方が安心感があるかなというふうに思っています。そして T シャツの素材感っていうのも結構重要で、今僕が着てるこちらの T シャツに関してはウールとポリエステルのですね、コンボ素材になってるんですね。天然素材のウールを使うことで少し張り感があって上品な雰囲気になるのがですね、見て取れるかなというふうに思っています。そしてポリエステルとのコンボ素材ということで、吸水速乾性にも優れているので、そういった機能面においてもすごく満足度が高い T シャツに仕上がってるかなと思っています。そしてこちらも色のバリエーションが結構豊富なので、どういったものを選ぼうかなと僕もですね、迷ったんですが、個人的にはこのライトブルーの色合いがすごくですね、夏らしくて清涼感があっていいなというふうに感じています。まあ、先ほどですね、 T シャツはシンプルになりすぎてしまうという問題があるというお話をしましたが、こういった差し色的なものを持ってくることで、ちょっとですね、華やかな雰囲気にもなりますし、退屈すぎない見た目になるかなと思うので、この色合いはですね、今回の T シャツの中では個人的には一押しかなというふうに思っています。まあ、ブルー系なのでネイビーのパンツだとかブラックのパンツとも相性がいいですし、意外とですね、様々な男性に似合いやすいカラーかなと思うので、ぜひこの色合いはチェックしていただければなと思っています。他にもですね、注目しているカラーがありまして、個人的にはですね、こういったネイビー色っていうところがまず鉄板で上品でいいかなと思うんですね。まあ、見ていただくと分かる通り、ちょっとですね、混ざり気のあるような色合いがすごく綺麗で、ペタッとした見た目にならないので、これもまたすごくいいかなと思っています。あとはですね、こういったグレー系の色合いもいいかなと思うので、ちょっとこの色にですね、この後着替えてみたいと思います。はい、ということでライトグレーを着ていました。どうでしょうか。この色はですね、個人的には実物を見るよりも着てみた方がですね、バランスがいいなというふうに感じています。このような明るめのカラーの T シャツといえば白が代表的かなと思うんですが、白 T って確かにかっこいいんですけども、なかなかですね、シンプルすぎておしゃれに見えづらいというところもあるんですが、このようなライトグレーというのはですね、白と同じように明るくはあるんですけども、少しグレーが混ざっているので、それだけでもですね、少しおしゃれ感も出しやすいので、意外と僕ら世代には使いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、今回のように単品で着るのもいいかなと思いますし、意外とこのライトグレーというのはこの上にですね、重ね着をしてあげるというのもバランスがいいかなと思うんですね。まあ、先ほどご紹介したこちらのですね、オープンカラーシャツ、ケリーの色を上に羽織るとですね、これまたバランスがいいので、ちょっとこの上に羽織ってみたいと思います。はい、羽織ってみました。どうでしょうか。結構ですね、このケリーの深いグリーンの感じとライトグレーのバランスもいいので、個人的にはですね、この合わせ方すごく好きだなというふうに感じています。シンプルな T シャツであればもちろん単品でも活躍しますが、今回のように重ね着の一つのですね、要素としても使うことができるので、ぜひこういった着こなしも含めて皆さんにはですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今僕が履いているブラックのイージーパンツですね。これはですね、全男性が持っておいて損がないですね、ボトムスなのかなというふうに思っています。僕自身もですね、こういったブラック系のパンツが好きで日常的によく履いているんですけども、これはですね、様々なアイテムとの相性がいいので、やっぱり1本あるとすごく便利かなというふうに思っています。今僕が履いているグリーンレーベルさんのイージーパンツに関しては、とにかくですね、軽量なんですね。軽くて足さばきがいいので、すごく履いていて快適なんですね。ですが見た目はですね、どこかスラックスのような綺麗な落ち感があって、そのギャップがですね、すごく使いやすいポイントなのかなというふうに思っています。で、色なんですけども、こちらブラックなんですが、ちょっと混じり気があるような素材感になっていまして、平面的に見えないんですね。あとはですね、ちょっとしたこう光沢感があるんですけども、安っぽくなくて上品な見た目になっているので、これだったらですね、大人の男性が休日に楽に履くにはものすごく重宝するのかなというふうに思っています。今僕は先ほどご紹介しましたウールが混紡された T シャツを着ています。こういった上半身を明るい色にしてあげるのもすごくバランスがいいかなと思いますし、先ほどご紹介したオープンカラーシャツだったら、こういったモカだとかカーキだとかベージュみたいな色をですね、上半身で持ってきて、そしてボトムスで色を引き締めるというのにも使えるので、本当にですね、様々な服との相性がいいので、今回ご紹介したアイテムは全部このボトムスでつないでいただければですね、まず間違いがないかなというふうに思っています。あとは足元なんですが、ボトムスがブラックということでちょっと明るさを出したいので、今回はこちらまたグリーンレベルさんで自腹で購入しましたジャーマントレーナーですね。こういったものを合わせてあげて、少し差し色的にですね、白を取り入れてあげると、下半身がブラックでも重たくなりすぎないかなというふうに思っています。もうボトムスをですね、1本だけ選ぶのであれば、このイージーパンツのブラックがまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちらチェックをしていただければなというふうに思っています。そして一つ言い忘れましたが、このパンツにはですね、なんとおまけがついてくるんですね。それがこちらなんですね。なんとトートバッグがついてくるんですね。ちょっとですね、大胆なデザインのものなんですが、なんかブルーベースで清涼感があるので、僕はですね、これ単体でも結構可愛いなと思ったんですね。サイズ感もちょうどいいですし、着こなしの中でちょっとしたアクセントになるので、こういった小粋なものがついてるのもグリーンレベルさんらしいなと思うので、ぜひこちらも合わせて皆さんご活用いただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、これはちょっと変わり種なんですけども、半袖とこちら短パンのですね、セットアップなんですね。これはかなり僕の中でも新鮮で、着てみてですね、あ、こういったものがあるんだなと衝撃を受けたんですね。そしてこちらに関してはすでにですね、僕は私物用に購入をしました。それぐらい気に入っているんですが、セットアップというと基本的にはですね、ネイビーのジャケットにネイビーのスラックスのような、こういったですね、ちょっとカチッとしたものを想像される方が多いかなと思うんですが、結構最近はセットアップの範囲が広がっているんですね。今回のように同素材の半袖短パンみたいなものもちょこちょことですね、いろんなお店で見かけるようになったんですが、このバランスがですね、なかなかいいので、僕の中では新鮮で、皆さんにもぜひご提案したい一つのスタイルかなというふうに感じています。こちらのアイテムに関してはグリーンレベルとダイワというですね、釣り具の世界的なブランドがあるんですが、その両者のですね、コラボレーションのアイテムになっているんですね。ダイワは釣り具だけではなくて、こういったアパレルも最近は展開していまして、結構様々なショップともコラボレーションしてるんですが、機能的にはポリエステル 100% ですごく軽量で動きがしやすいというところもあるんですが、デザイン的にもですね、なかなか洗練されてるかなと思っています。まずはこちらのカットソーなんですが、ちょっとですね、 T シャツのような見え方をしてるかなと思うんですが、素材感がですね、ポリエステルということで、ちょっとしたなんかアウター感覚で着れるようなアイテムかなと思っています。結構細部のデザインに凝っていて、例えばポケットがついていたりだとか、あとはですね、裾が絞れるようにちょっとしたこう紐がついていたりだとか、こういった部分にも配慮がされているのと、あとはサイズ感ですね、少しゆったりめにできているので、今のですね、トレンドというところにもしっかりと合っているようなフィット感になっているかなと思っています。袖丈も少し長めですね。ですので1枚で着ても旬な雰囲気が漂いやすいようなアイテムになってまして、個人的にはですね、このポケットはすごくありがたいですね。普通 T シャツだとこのようなポケットはついていないので、
このようにアウター感覚でなんとなく着れてしまうような、こういったですねカットソーはすごく便利かなというふうに思っています。何より軽くてですね風通しがいいのがですね使い勝手がいいポイントかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはですね、これまた使いやすいショートパンツになってまして、僕はですねなかなかイメージがないかもしれないですが、夏場はですねほぼ毎日ショートパンツを履いてるんですね。今日もですね5月の末ではあるんですが、すでにショートパンツを履いていまして、本当にショートパンツを集めるのが好きなんですね。これはですねものすごく快適ですね。まあ、セットアップっていうのはいいのはですね、この一組で使っていくっていうのもいいんですけども、単体でそれぞれ使うことができるので、このショートパンツと例えば先ほどのこういったオープンカラーシャツを合わせるのもすごくバランスがいいかなと思いますし、あとは半袖の T シャツというところもちょっとですねこういったウールの混ざったものであればそこまでカジュアルになりすぎないかなと思うので、 T シャツ短パンというスタイルもですね大人っぽく着ることができるかなと思うので、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。どちらもですね単品使いできるというところですごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもですねチェックをしていただきたいアイテムかなというふうに思っています。僕はですね結構夏場に川とかで遊ぶことが多いんですね。まあ、そういった時になんかですねまさにこれはぴったりのアイテムかなと思っています。まあ、キャンプですとかちょっとしたアクティビティですとか、そういった場面におしゃれをして出かけたい時にはですねこのセットアップはなかなか洒落てるかなと思っています。半袖短パンというカジュアルな着こなしであっても、あえてですねオールブラックでまとめることで結構ですね僕ら大人世代にも似合いやすいかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目は靴なんですけども、ちょっと近くでお見せしますね。はい、こちらになります。なんだかわかりますかね。こちらはサンダルなんですが、キーンというブランドのユニークというシリーズのものになります。こちらはですねグリーンレーベルの別注モデルになってまして、僕もですねユニークは前から注目をしていたんですが、このカラーリングは初めて見ましたね。見ていただくと名前の通りですねすごくユニークなデザインになってるんですね。アッパーは紐で構成されているわけなんですけども、通常のユニークに関しては紐がですねブラック単色なんですが、こちらはですねブラックとシルバーが混ざっているような色合いになっていて、モノトーンで構成されているのですごくバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、別注というとですね結構派手なものが多かったりするんですが、これはですね仕上がりとしてはモノトーンですごく大人っぽい感じに仕上がっていまして、あとはですね中敷きもちょっとこうグリーンになっていまして、グリーンレベルさんのイメージに近いようなものになっているのがすごく新鮮かなというふうに思っています。これはですね僕が最初見た時すごく衝撃を受けたデザインだったんですが、だいたい日本に入ってきたのは2015年くらいだったかなと思うんですが、おしゃれな人はこぞってこちらを履いていまして、まあ、最初は違和感があったんですが、最近ではですね結構履いてる方も増えまして、街で見かける機会もですね以前よりはだいぶ多くなって、僕自身もぐっとですね見慣れて個人的に一足欲しいなというふうに思っています。ファッションって足元が変わるだけで全然印象は変わるんですね。ですのでちょっとこの後実際に着用した様子をですね皆さんにちょっと見ていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで実際に履いてみました。履いてみるとですねまた印象が変わってくるかなというふうに思っています。僕はですねさっきご紹介しましたダイワの半袖と短パンのセットアップとですねこのユニークを合わせているわけなんですが、すごくバランスがいいなというふうに思っています。特にこういったスポーティーな着こなしに対してこのユニークはすごくバランスよくマッチするかなと思うので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなというふうに思っています。特にショートパンツの時にはですね足の露出が大きくなるので、足元にどんな靴を履いているのかって結構目立つので、そんな時にこういった旬な靴を履いてあげるとファッションの中ですごく良いアクセントになるかなと思うので、ぜひ皆さんも取り入れていただきたいなと思っています。で、僕もですね今回初めて履いたわけなんですけども、履き心地がねかなりいいですね。まあ、見た目としてはサンダルなんですけども、結構履き心地としてはスニーカーに近いかなと思っています。これだったら平気で走れるかなと思いますね。すごく履き心地もいいですし、足へのフィット感も高かったりするので、これは一足あればですねアウトドアとかスポーツでも使いやすいかなと思いますし、あえてですね先ほどご紹介したようなロングパンツと合わせてあげてもすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひですねちょっときれいめなパンツからカジュアルなパンツまでですねこういったユニークいろんなスタイルに合わせていただければなというふうに思っています。
はい、ということで今回の動画ではグリーンレーベルさんからお洋服をお借りしまして、大人の男性の夏服はこの5点だけ揃えばいいというテーマでお話をさせていただきました。どのアイテムに関しても程よくトレンド感は漂うんですが、ベーシックで使いやすいものが軸足になっているので、きっと皆さんにもですね、活用しやすいアイテムなのかなというふうに思っています。今回ご紹介したアイテムに関してはこちらの動画の下の概要欄にですね、商品リンクを貼っておきますので、そちらの方からよかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。